こんにちは。こんにちは。今日はスペシャルゲストです。七太郎ちゃん。スペシャル。七太郎でございます。はい。自己紹介お願いします。はい。私、桜川七太郎と申しまして、宝冠、ね、太鼓持ちでございます。まあ、浅草に6人いるだけとなりました。まあね。パンダよりかは多い、少ない、微妙。行ったり来たりしてるぐらいの。まあ、中の一人でございまして、女性で一応初めてね、鍵盤に登録された太鼓持ちということで、普段はまあ男物の着物を着てね、紋付きの羽織を着まして、いらっしゃいながら、まあ、お座敷ね。まあ、今日女の子の格好かわいいよ、ね。そう、珍しく。うん。いいね。久しぶりに来ましたね。シリーズ遺品でございますね。祖母のね。あ、おばあちゃまのね。そうなんです。普段はね、やっぱり男物を仕事では、仕事でお座敷とかね、いろいろ着るんですけども、まあ、大体日本舞踊とかお茶の時は、こういった女物を着ることもありまして、お姉さんもそうだと思うんですけど、着物着る人っていうのが周りに知れ渡ると、なんかくださる方いらっしゃる。集まる。そう、なんかこういろいろ。で、大体女物が来るんです。しかもこうなんか、洗ってからよこしてくれないみたいなのとかね、ありますでしょ。そう。だいぶ処分しました。すいません。あるあるなんですよね、我々。そう。そうなんだよ。まあ、そういったものの中からですね。まあ、これは両方とも私の祖母のね、ものなんですけども、ちょっと今日太ももので、外のね、天気が心配だったので、ね。そうそう。これだって、ね、綿だから洗えるんですよね。そうそうそう、私のはこれ、ね、ウール。私もシリーズ遺品なんですけど、なんか祖母が買うのが好きで、こう、反物であったんで、これウールなんですけど。いいですね、反物で置いてあるっていうのはね、寸法が合わなかったりするとちょっとね、いただいてもってことがあるんで。そう、で、ウールでもやっぱり雨に濡れても多少、まあ、拭けば、スーツと同じ素材なんで、そう、全然大丈夫。ね、これは、ハンナリさんで買いました。ハンナリさんっていうのは、まあ、お客様ですよね。素敵な。そう、爽やかですね。そう、なんかこういう色ってやっぱり、なかなかね、遺品だとね、赤とかね、あ、そう。昔流行って色ありますよね。今この配色はとか。そうそうそう。んっていう。そうそう、これほら、近代的な、やっぱりね。そうですね。ちょっとやっぱモダンで素敵な感じですよね。うん、ね、うんうん。5万円ぐらい、5万円ぐらいの帯買いに行こうかなって言ったら全然5万円じゃなかったんですけど。あ、まあ、しょうがない、しょうがない、ね。そうですね。まあ、そんなことで七太郎ちゃんなんですけど、はい、この間、花見会っていうのがありまして、ね、はい、鍵盤ってわかんないか、浅草鍵盤は私たちの所属する事務所の、芸者奉還集が全部出るあのイベントをしょっちゅうね開催してるんですけど、随分多くなりましたよ ね、開催するあの頻度というか、そうそう、イベントのこの数がね、うん、でそれ4月にはちょっとお暇な時にあの開催しましょうってことで3回目だったのかな、うん、この間。そうですね。毎回ちょっとずつなんか桜の趣向を変えながら3回みたいな。ね。ですかね。で、その時に、まあ、いろいろあって、まあ、彼女に司会をお願いしたんですけど、まあ、いろんなね、一節があったんですけど、はい、すっごい司会が上手くて、いや、大好評だったんですよ。本当に。いや、ありがとうございます。もうお姉さんにね、見出していただきまして。いや、私は武漢的なことやってて、まあ、進行を作ったり、そうそうそうね、5分やってください。お願いしますとか、なんかちゃんと聞いてくれるの、しかもこの人。お姉さん、そう。お姉さん、どうしますか、お客様まだ15人来てませんとか、あ、じゃあちょっと5分だけ押すか、ね、繋いどいてって言うと、もう、浅草鍵盤というのは、鍵盤というのはこういう場所でして、組合っていうのはとか、ずっと喋っててくれて、聞く人は聞く、聞かない人は聞かない、それでいいんですよ。すごい良かったんですよ。とりあえずなんか喋っとけみたいなね。いや、本当に良かった。うん。恐れ入りですね。ご来場いただいた方ありがとうございました。ね、この人が司会してきた人です。はい、司会の人です。ね、別に目立たず騒がずね、別に何て言うんだろう。そうです ね。特別面白いことも言わなかったかもしれない。自称ロマンスグレとか入れたかったんですけどね、ご来場のお姉さんさんの。おい、言おうと思ったもんね、スタンバイされてたから、言う余地ないと思って、そのまま、上がっていただいちゃった、ね。一応ね、私もなんとなくね、面白くしてほしいから原稿を書くんですけど、ね、まあ、組合長、組合長っていうのは、なんだ、私たちの説明して。組合長の説明ですか、うん、組合のボス。シンプルすぎる。組合っていう。まあ、芸者奉還集っていうのは、うん、まあ、行政上といいますかね。業務上は一応個人事業主ですよね。うん、で、個人事業主がこう、我々いっぱい置き屋さんもあると、うん。で、それに対しての、まあ、出先、料亭さんがありますね。料亭さんも料亭さんで一つ。
で、鍵盤という、まあ、それらをなんとなくつないだりまとめたりする場所が、まあ 事務所がございます。まあ、言うなれば、あの、置屋さんが相撲部屋で、うんうん、組合が相撲協会みたいなイメージですかね。ね近いですよね。そうだね。まあ、その場所としてね、まあ、東京浅草組合というのが、その組織の名前ではあるんですけども、うん、鍵盤っていうのはどちらかというと、その場所ですよね。芸者衆の着付けをしたり、お稽古場の提供だったり、楽器の、ね、手配だったり、我々の、ね、あの、花代、玉代のね、ちょっと勘定だったりですとか、うんうん、まあ、いろんなことを、面倒見てくれるところですね、うんうん。犬の散歩から何から。うん、芸者衆のわがまま聞き放題、ね。いろいろね。まあ、私たちもね、お小遣いあげるんですけど。対価は払い。うん、そうそうそう。でそこの一番偉い人が組合長。組合長ですね。料亭の、うん、まあ、旦那ですね。うん、で、一直っていうすごい美味しい料理屋さんの若旦那が、組合長なんですけど。そうですね。ね、まあ、喋るのが専門の方ではない。ないので。一番ちゃんと輝くのは、あの、板場に立ってる時がメインであって、あの方はね。あの、舞台に立つのがメインの方ではないという。挨拶がね、微妙だって。まあ、すごい。まあ、いいや。まあ、なんか、いい方なので。そうね。慣れてすごく饒舌になられてもちょっと寂しい気もしなくもない。お料理大丈夫かなと思っちゃうよね。なんか、まずそうだよね。挨拶が。チャラい挨拶する組合長とかちょっと嫌ですよね。いやいや、美味しくなさそう。うん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 、味いや本当美味しいお店なんで、お料理も人間もね味で勝負、うん、味で勝負だね、はい、いい、いい方だよね本当に、いい、うんうん、うちの組合仲いいよねそういう点で、そうですね、うん、そんな特別こうギスギスしたりとか、そうそう、あの特別ものすごい感じのあれ怖いお姉さんがいるとかってこともないですしね、うん、全然全然、うんうんうん、ね、おっきいお姉さんもみんないなくなっちゃった、おっきいお姉さんもみんな優しかったんですけど、名物お姉さんもみんないなくなっちゃったんで、まあ、フラットな感じ。そうですね。だいぶこう、ね、だんだんこう慣れてきた感じがしますね。ね、うん。で、七太郎ちゃんがね、なんでこんなに司会がうまいのかって聞いたらすごい面白かったんですよ。なんだっけ、寿司屋の呼び込み。あ、そうそう、もういろいろ、いろいろ、ちょっと、あの、人前で話す機会が何があったかなって思うと、うん、やっぱそう、あの、中学校の時の弁論大会で割と選ばれがちであったりですとか、すごいね、あとその、そう、アルバイトで、ホールの仕事ができなさすぎて外に追い出されてた、うん、だあの、そこで呼び込みをひたすらにこう、うん、よし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 、いかがですか、いかがですか、油の取った美味しいところは、とか言いながらやってたら、それがちょっと好評だったりですとか、あるいはなんか、その、新卒で入った会社の、うん、新人研修の中のプレゼン大会みたいなのでも、やっぱり評価が良かったりとか、会社員だったのことが一瞬。何年何年ってこともいなかったです。嘘何ヶ月関わってたのは1年ぐらい。ああ、私の方が長い。私8年の、うん。全然。それでコピー用紙見ても何枚か分かんないですよ。あれ、お姉さんの時ですよね。あれ、コピーはこれ何枚だよ。そうそう、何枚だよ。お札は分かんないんだけど。お姉さん、これどれぐらいですかって聞いたら、大体、なんかこう、何枚だよ。そうだね。チラシ何枚って言うと大体、そうなんですね、束でわかる。まあ、私は劇団にいたからさ。劇団っても女優じゃないよ。あの、女優に見えると思いますけど、女優じゃないんですよ。皆さん、紆余曲折あって今があるということなんですね。そうなんだ。でも、寿司、私も寿司屋にいたよ。あ、うん。寿司屋の、なんだろう、お運びさんっていうか、まあ、なんていうの、板さんと、うんうん、おかみさんと、あと若い、板さんだけのお店で。結構家族経営の。そう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 。こじんまりした感じ。うん。で、私とアルバイトが日替わりで、うん、そういうところで働いてた。うん。いいですね、アルバイト。そうそうそう。なんか、お寿司とか、結構若い板さんが暇になると、トロとか握ってくれて。ああ、いいですね。美味しいのをいただくと、うん、結構、私生物そんな得意ではなかったんですけど、それまで。でも、それきっかけにやっぱり。私もそう、美味しい、ちゃんとしたのいただくと、それで大丈夫になるんですよ。私もウニ嫌いだったの。ね、ウニ嫌いだったんだけど、寿司屋で好きになった。赤貝も。あ、そう、うん、目の前でカバッとやってくれたのを、そうそうそう、赤いのがジャバーって出るんだよね。そう、あれが、ね、そう、そのちゃんといただいたら、そう、本当に美味しい。そうそう、ウニもさ、カバーってあげてさ、食ってみろって言われて。本当に美味しいもの食ったことないからだって言って、ちゃんと食べさせてくれる板さんがいるとこ、本当にいいお店。そうだよね。あ、なんか似たような経歴が。ありましたね。あと女の子、若い女の子に大体甘いんですね。そうそう、若かった、ね、当時ね、若かった。おじさん甘いんです。そうそう当時。そうそう、当時の話です、ね。だって10個違うよね、多分。ですかね。ね。あれでしょ、え？ 6?
そうですね。いやいやいや、別に私はいいんだけどさ、私がバラしちゃうと、下さんと一個違いですとか言ってる人が全員年バレちゃうじゃん。ああ、なるほど。なるほど。だから悪いなと思って。ね、まあたまにバラしてるんだけど、私は平気なんだけどさ。まあ芸者衆年を取らないという、ね。うんね。昔から言われておりますので。でもまあ。ダンサーね。言わんで。そうだよね。でもさ、何歳とか言われても、だからなんだっていうのはありますよね。そうそう。言って、なんなんっていうのはありますよね、うん。でもなんか微妙だと、なんか年上かな、年下かなっていう時に、うん、なんか敬語使うべきか、そうでないかっていう意味で聞くっていうふうには聞いたことあるんだけど。でも明らかに私の方が年下なのにさ、グループサウンズってさ、とか言われて知らねえよ、みたいな。知ってそうと思われたという。知らねえ。世代かどうかはもう別として知ってんじゃないかという期待なんじゃないですかね、それ。東京オリンピックの時さ、って、この間のしか知らねえしと思って。ちょっと失礼なんですよね、皆さん、ね。でも結構ご年配の方って、その、感覚、年代の感覚といいますか、うん、その10年、15年、うん、20年って、そう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 、我々にとってはこれぐらいの感覚なんだけどっていうのが、キュッてこう、態度に、ね、かんもうね、うん、長く行ってらっしゃると縮まってたりとかして、こう、だいぶ前後しちゃったりっていう会話の中でありますよね。うん、あと着物着てるから、10個は上に見えられるわけ。着物で若見えは非常に難しいですね。難しいね。まあ、レース、まあ、レースの着物とか我々着らないからさ。あ、そうそうですね。あの、まっちろい、あ、流行って、お式戦のね。今度着てみようよ。あれでいきなり司会とかやり出していいよ。フリフリつけちゃっても。ちょっと、引くんじゃ、誰も突っ込んでくんないかもしれない。スルーされてもちょっと、どうしようってなりますけど、ね。でもあれ、聖子さんもあれ着たいって言ってたよ。本当ですか？レースのやつかわいいとか言って。ウインクみたいな。まあ、セーウリンクみたいな、よく感じ。ねえ。いや、でもあれ可愛いブーツ履いてさ。そうそう、多いですよね。うん、あれ可愛いと思う。浅草および、その和風の結構観光地で、あちゃこちゃでね、チェーンで。ね。あれ可愛い。あれ、3000円でヘアメイクと着付けと、みたいな感じで、よく広告がね、外に看板に出てますけど。でもそんな貸し出しのやつ、入るかな？私、結構高い。いや、入るでしょ。でかいからな、私。え、そうですか？今の子、よっぽど大きいんじゃないですか、でも。いやー、うん。結構大きい。その昔の人の、こうね、体型というか、うん、今の子みんなさっと大きかったり、うん、帯から下が妙に長いみたいなね。うんうん、そうだね。ありますよね。え、何の話したの？まあ、七太郎ちゃんの紹介と、あと、うんうん、花見会の司会良かったよねって話がしたかったんだけど。あれ以上終了。でも今後なんか ね、鍵盤の催しやなって、うん。でも多分これ YouTube 的に最初だけ見てくれてんですよ、みんな。で、だんだん我々の話つまんなくなってくると、なんか持続率みたいなのが出るんですよ。あ、出るんですね、出るの。出るの。で、平均何分見られてるか。だいたい3分ぐらい見られれば、まあ、御の字なんですけど。多分今13分経ってるんで、あ、でも、あとの10分見られてない。うん、まあ、見られない。だから、一旦切って、次回のお座敷、ね。パート2。パート2にしましょう。うん。じゃあ、そういうことで、ビア座敷と、七太郎ちゃんの、そう、七太郎ちゃんの紹介、パート1は終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。唐突に終わる。